飛んでくるのかな。うわすごい、これすごいな。いやこれはちょっと難しい。いや、こっちはかっこいいな。いやー、よかった。あ、また人を飛んでる。お、飛行機見えた。見えてるかな。はい、どうも皆さん、こんにちは、テツです。そう、今からね、あの飛行機を見に行くんですよ。はい、あの伊丹空港ってところですね、大阪のね。あの飛行機がね、真下からね、こう見上げれるのをこう、ぶわーっとか、すごい大迫力でね、見えるスポットがありましたね。そこに今向かっております。はい。時間は5時55分です。確かね、6時半にはもう飛行機がちょっと全部、俺が着陸しちゃうようなことをさっきね、ちらっと聞きましたけど、ギリギリかな。まあこれ私仕事が5時で終わったらね、なんとか行けるんですけど、なかなか平日にこれ見に行くのが難しいなって、ずっと思ったんですけど、今日はね、幸いね、5時に終わったんで、ね、ちょっと今、大至急と言っても飛ばしてはおりませんよ。制限速度を守っておりますが、今ね、向かっております。はい。でもうすぐね、日も落ちそうなんで、GoPro でね、あの、ちょっと夜間撮影がちょっと苦手だっていうので、ちょっとね、ちらっとネット情報を聞いてますので、その辺のね、検証もね、できたらなと思ってますので、はい。よかったら最後までご視聴の方、よろしくお願いいたします。はい。では、行ってきます。なんかハイテンション。飛行機と私の NVX155 バージョン2をこう写真撮れたらいいな。これちょっと大体できるね、場所が合ってるかちょっと分かんないんですけど、大体できちゃったんだよな。こんなとこやったかな。何回か来たことあるんですけどね、あの人もそうじゃないな、違うか、帰り道か。これどうなってんだろう、逆光で GoPro さん映ってるのかな。いや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 、ちょっとほんまに分かんないぞこれ。この辺じゃない気がするな。あれでも車が止まってるから、あれどこや、ほんまにまだ先か。もうこの辺ね、ちょっと工場地帯なんでね、道もややこしいんですよね。左曲がっちゃおうって。お、飛行機あれや、あれあれあれ、映ってる映ってる、映ってますか、あれ、あの飛行機です。あれがね、真四角で見えるんですよ。いや、テンション上がるな、やっぱり。子供か、子供か、本当に子供だよね、でもこの音してるのね。あれこれまだ左かな。飛行機、あ、あそこや、あった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 、ありましたありましたありました。 U ターンですね。分かった、この辺や、多分。多分この辺ですわ、この辺この辺、なんか記憶がある、うん、記憶がございます。おそらくこの辺ですね。あー、豊中市消防訓練場、ここ左どっかちょろっと曲がったとこだよ、この辺。あ、この辺や、ここや、ここ曲がってこれ曲がるんや。あ、違う違う、あっちの駐車場みたいな、車やから。バイクは邪魔にならないところにね、止めさせていただいて。いいっすね、多分。あー、到着いたしました。はい、こちらでございます。わかりませんね。飛行機まだ。これ太陽、あ、太陽、え、どこ？え、これ太陽映らへんねや。映らへんって映ってるんやろうけど、なんかあれやな、あんなに眩しく映ってるのに GoPro では眩しく映らんねや。なんかようわからんけど、これ意外とスマホも結構綺麗に撮れるよな。やっぱでも手ブレやねんな、手ブレ、手ブレしてまうんやな、これな。そうやな、これ止まった時の映像は、こっちの方がなんかはっきり映ってる気がするな、GoPro より。
なあなあって誰に言ってんの手ぶれやな、要は手ぶれです。スマホは手ぶれが、だからやっぱジンバルがいるんや。ジンバル買うのかな。あ、バッテリーがすごいな、めちゃめちゃ熱なってるわ。平日やけど結構ほんま、わあ、もうちょっと早かったら夕焼けが、綺麗な夕焼けが見えたんかな。山に隠れてるもんな。ね、夜間映るんかな、このスマホ。映ってんねんな、これな。映っている、映っている。で、あ、でもね、カメラ、カメラ。カメラも映っている。うん。お、プロペラ機か。いやー、あの雲はすごいな。来た。おー、すごい。すごいな。気づかんうちに来てたやんか。取れてよかった。これだけ。おー、すごい。うおー、すごいな、これすごいな。結局スマホやな。すごいね、すごいわ。来た。これ。すごいな。ほんまに。何か言うてんねん。うわ、すごいな。おもろいな、ここ。来たね。でかい方。いやこれ音どんなになってんのやろ。音すごいな、これ。
これすごいな。結局スマホやな。すごいね。すごいわ。来た来た来たぞ。後期と一緒に。後期と一緒に。よしよし、こうなるから。あ、いたいた。結構でも泣いてるやん。怖いよな。おお、どうしたんや。そうから、こうか。あー、いた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 。あー、よーだだだ。あー、難しいな、これ。難しいな。でかい、でかい、あ、こっちだ、こっちだ。うわー、来た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 、うわー、来た来た来た。ようわからんね、やっぱりスマホの方がいいかもしれない。おー、半分も取りますよ。おー、いや、こっちにしろ、かっこいいな。やばいな、これやばいな。怖いかな。いやー、よかった。あ、また飛行機飛んでる。これ多分風もすごいやろな。もうこれちょっとあれやな、もうちょっと雷ちゃうもんね。え、飛行機の音もするけど風の音もすごい入ってるから、これどうしようかな。難しい。はい、どうも、こんばんは。映ってませんか。真っ暗な状態でなんかいいかってかなーと思いまして、いや、よかったな。ちょっとやばいな、これ、うん、わかる、こんな真っ暗な携帯じゃ、スマホか。あー、これな、めっちゃ、あー、これ夜の撮影いいな、これやばいわ、ハマるせん。予感でちょっともっと綺麗に撮れるカメラ欲しいな。人間の物欲って果てしないな。他にないわ、もう無理だ。ちょっと夜間撮影はもう少し後ですね。ワイプももう一度欲しいし。無理無理。まあ、そういうことでね、今日のキャンピング飛行機に行きました。じゃあ、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。